はい、こちら可愛いものです。リアルご真実をぶちかます。はい、ということですね、久々にですね、動画配信ということで、まあ、動画配信というか録画動画ですね、こちらの方が始まりました。ぜひともよろしくお願いいたします。はい、SSR セルフディフェンスなんですが、現在ですね、寄付のを募っております。ぜひともですね、ちょっと援助の方ですね、していただけたらなと思いますので、詳細についてはですね、説明欄の方を見ていただいて、まあ、口座の方に振り込んでいただくだとか、まあ、現金確認だとか、まあ、いろいろありがたがあるんですけども、ちょっと見ていただきたいと思います。ぜひともですね、ご協力ください。よろしくお願いします。はい、そしてですね、総合インストラクター講座オンライン、こちらの方もやってますので、ぜひともご入会ください。 SSR セルフディフェンス入っております。はい、よろしくお願いします。はい、それからですね、ご新規販売の方は少しちょっと今のところ中止ということで、そしてあとはですね、DVD ですね、DVD の方もですね、一部送るということができない、 DVD 送るということができないっていうことですね。ファイルがちょっと壊れてますもん、壊れているもんですから、ちょっと送ることができないということと、それからですね、一部のサイルスプレー講座だとかスタンガン講座だとか煽り運転講座ですかね、そういったものはですね、OK になってますので、ぜひともですね、ストアーズさん、ベースさんのはちょっと今のところ来てない部分というのはありますので、ストアーズさんですね、そちらの方ですね、見ていただきたいと思います。ぜひともよろしくお願いします。ぜひともご購入ください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、実はですね、スパガさんからね、あの大物 YouTuber スパガ大元帥からですね、動画の方をですね、送っていただきました、ね、でその動画というものが、まあ今ありますよね。よく例えば芸能人の顔をですね、まあ何かの、なんだろう、いろんなものにこう組み合わせて入れちゃうとか、わかりますね、顔だけをこうすり替えるみたいな、そういうのがあるんですよ、ね、でそれで、スパガさんがですね、私の顔でちょっとこう遊んで動画作ったもんですから、一つ一つですね、ちょっとこれね、見ていきたいなと思います。今日はですね、まあ、ご真実の話題というか、ちょっとこう息抜きにですね、面白い話題をですね、ちょっと提供しようかなと思います。はい、では一つずつ行きましょうか。はい、行きます。まずですね、アイドルかな、これ韓流アイドルじゃないかな。はい、韓流アイドルのやつをまず行きましょう。はい、二つありますね。はい、行きます。まず一つ目行きます。ではどうぞ。なんじゃこれ、なめとんのか、なめとんのかスパガこの野郎、スパガなめとんのか、これなんやねん、これ気持ち悪いよ、気持ち悪いだけじゃないですか、これ気持ち悪いです、むちゃくちゃ気持ち悪いです。ちょっといきますよ、次いきます。はい、これも、韓流アイドルですね、韓流アイドルのやつですね。はい、いきましょう。じゃあいきます。ではどうぞ。なんじゃこれ気持ち悪い、気持ち悪いっていう、もうそれしか出てこないですね。はい、ありがとうございます、スパガさん。はい、ありがとうございます。わざわざつくんじゃねえよ、こんなもんっていうね。はい、次いきます。これはですね、トム・クルーズさんですね、ミッション・インポッシブルだとかそういうやつですね。はい、ではトム・クルーズさんいきます。はい、ではどうぞ。違和感はない、そんなにむちゃくちゃ違和感はないですね。はい、さすがですね。なんかちょっと頭ちっちゃすぎるかなみたいな感じはあるんですけどね。はい、ちょっといきましょうかね、次。はい、これはね、ターミネーターですね。はい、アーノルド・シュワルツェネッガー、シュワちゃんですね。はい、でいきます、どうぞ。 I need your clothes, your boots and your motorcycle. No problemハハハ、顔おかしい、顔がおかしい、もうなんか顔がもう完全に仮面になっちゃってるよ、仮面になっちゃってるよ、これダメだな、これ。次いきます、ではいきます。スパガさんが作ってくれた動画いきます。次はですね、
マコーレカルキンですね。ホームアローン行きましょう。はい、ではどうぞ。なんかのあれやん、これ。なんかの生物兵器やん、この感じ。ダメですね。これはマッチしてねえな、これ。やばいな、これ。あ、これね。これね、スカーフェイスですね。アルパチーノさん。アルパチーノさんのスカーフェイスっていう映画ですね。はい、ちょっと行きましょう。どうぞ。So long, man. Have a good rest. Fuck you! Hey! Help me!ひでえな、これ。ひどいんだけど、一番マッチしてるんですよね、これ。これがね、やっぱりアルパチーノさんってイタリア系じゃないですか。だからちょっと日本人っぽいじゃないですか。だから一番マッチしてるんですよ。そんなに違和感ないんですよ、これ。このまんまだなと思って、そんなに変わんねえなと思って。アルパチーノさん、すごいな、これ。マッチしました、これ。一番いいかなと思います。はい、行きます。次行きましょうか。次はですね、韓流アイドルなんですよね。まずですね、私これちょっと勘違いしたんですけど、スパガさんなんですよ、これ実は。顔がね、分かんなくて、初めなんか本物のオリジナルのやつと一緒に私の、持ってきたんかなっていう、送ってくれたんかなと思ったんですけど、実はこれスパガさんだったっていう。結局スパガさんイケメンだから、そんなに違和感なかったっていう。ちょっと見せましょう。はい、ではどうぞ。スパガさんいきます。全然違和感ない、全然違和感ないですね。すげえ違和感ねえよ。スパガさんはもう韓流アイドルでもいけるってことですよ、これ。本当に、いや、くっつけてる感があるからちょっと変だけど、これ普通にこの格好したら全然あれですよ、合ってるから。じゃあ私行きましょうか。私行きますね。はい、でもいいです。どうぞ。おっさんやねんが、ただのおっさんやろ、これ。ただのおっさんですよね、これ。ひどいよな、これ。おっさんですよね、完全に。はい、じゃあ行きましょうか。じゃあですね、次がですね、はい、そしてですね、今度はですね、チャーリーとチョコレート工場ですね。こちらのちょっと行きましょう。これはね、ジョニー・デップですね。はい、行きます。はい、どうぞ。My name is Willy Wonka.Suck on it all year, and it'll never get any smaller. Willy Wonka, Willy Wonka, Willy Wonka. Hooray! Smart is clever and so smart. With so much generosity, there's no way to contain it.気持ち悪いですね、気持ち悪いですね。これがですね、ちょっとデビッド・ドゥカブに似てると、ね、X ファイルのモルダー捜査官に似てるっていうふうに私は言われましたね。神様が言われました。いや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 、これちょっと気持ち悪いですね、気持ち悪いですね。でもフィットはしてるんだよな、割と。チャーリーとチョコレート工場でしょ。あとこれですね、これはね、ゾンビ映画ですね。確かイギリスの映画だと思うんですけど、コメディです。ゾンビコメディ映画ですね。いきます。はい、ではどうぞ。えい、スパガさんやな。
スパガさんやゾンビ。喧嘩してる。私とスパガさん喧嘩してる。スパガさんゾンビになってる、こうやって。なんやこれ。なんやこれ。いやー、楽しいですね、これね。はい、行きます。はい、それではですね。あ、行きました。もう伝説の、あれですよ。伝説のブルース・リーです。ね、伝説の存在、ブルース・リー。行きます。では、どうぞ。I'm warning you. Next time it's gonna be glass. これはあの違和感はないです。やっぱりアジア人でしょう。アジア人だから同じ違和感はないんですけど、うん、ちょっと一部おかしいところがありましたかね。で、一番最後かな、一番最後のわーっていうところだけは、そこすごく一番似てたと思う。そこはただ顔がくしゃくしゃになってるから分かんないっていうね。誰がなったって、多分スパカさんやったって似てるっていうね。はい、はい、ということですかね。いや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 、ありがとうございました。で、これちょっと楽しいですよね。これでちょっとね、このアプリの詳細はですね、説明欄の方に、載せておきますので、ぜひともですね、皆さん、やっていただきたいと思います。で、楽しんでいただきたいと思います。はい、今日はですね、まあ、こういったちょっと短い動画になりましたが、ね、たまにこういった楽しい動画を混ぜつつ、そして、護身術の話題、それから、ね、まあ、事件だとかそういうのも多分出していくと思います。それから、武道関係、武術関係、身体総合関係ですかね、そういったこともやりたいなと思います。まあ、その他にですね、いろんなこうちょっと旅的なものだとか、まあ、シリアスなものも交え、楽しいものも交え、いろいろとやっていきたいと思いますので、ぜひともこれからよろしくお願いいたします。はい、それではですね、今日はこれで終了いたします。それではまた次回お会いしましょう。リアルご心臓ぶちかます。